まあ子供を核とした街づくりということでね、明石はいろんな施策頑張っておりますけども、で教育に、どれぐらい予算使ってるんだろうかというところなんですよ。で、これね、実はね、平成23年度の決算ベースで見て、県内の各市いろいろ比較した資料があるんですけどね、これ見ますとね、平成23年度明石市は市民1人当たりの教育費がですね、全体で見て12位やったんです。平成23年度ですよ。で一番近いところであるのは平成27年度なんですが、これで見ますとですね、兵庫県内各市ランキング23位、だから、12位から23位まで低下して、でまあ市民1人当たりというふうに見たらですね、それはちょっと分母が大きすぎるんちゃうかと、人口も増えてますしねということになるかもしれないんですが、まあ印象としてはですね、教育にかけてる予算がそんなに多くないというような印象を受けるんですね。でまあ現場からもそういう声がある、で保護者からもそういう声を聞いてるという実態とこの数字とが結構こうリンクするというかね、いうところがありますんで、この教育予算についてはさらに充実をする必要があるんじゃないかというふうに思うんです。でそこで市長にお聞きしたいんですが、財政的なところでですね、まあ、あれもこれもというのは難しいというのはもうこれ十分承知しているんですけども、ただその先ほど指摘したような老朽化の問題であるとか、こういう備品、普段からの備品の問題ですね。で消耗品費で言ったらですね、その私たちは子供の頃やったら国語算数理科社会っていうような、 なんか単純なこのね教科やったけども、もうそれ以外にいっぱいあるんですね。それがなんか29種類ぐらいあるみたいです。大体それぐらいあるみたいですけども、になってくると一つ教科が増えると、その教科をするためのプリントを印刷せなあかんとか、紙代もいるし印刷費もいるということで、どんどんその備品にかかるようなね予算が増えていっている状況らしいんですね。だからその辺も考慮して、十分予算措置すべきだと思うんですけども、いかがでしょうか。岸本総務局長。総務局長でございます。まずは他都市と比較して明石の教育費についてのお尋ねでございますけれども、ご指摘のあった数値を分析するにあたりましては、ちょっと考慮すべき点が2つあると考えております。まず1点目は、明石市は非常にコンパクトな都市でございまして、行政効率の良い都市というふうに言われております。教育費のみならず、全体的に市民1人当たりの行政経費と申しますのは、例えば地方交付税の算定に当たりましての基準財政需要額が他都市に比べても低い傾向にございます。これは少ない費用で、効率的に行政サービスができているということではないかと思うところでございます。とりわけ教育費につきましては、その大半を占める学校教育施設等が、人口が集中するほど効率的に配置できますことから、都市部の方がそうでないところと比べますと、市民1人当たりで見ますと少なくなる傾向にございまして、必ずしも1人当たり、教育費の数値が低いからといって必ずしも教育の水準が低いということにはならないかというふうにも考えられるところでございます。2つ目は、教育費の予算額、それから決算額というのは、その年度の学校教育施設等の建設費、いわゆる投資的な経費のあるなしによって大きく左右されるところでございます。例えば比較的小さな規模の都市でありますと、一つの学校に大きな建設事業が入りますと、
一気に市全体の中での教育費の予算額というのは膨らみます。大きい都市でありますと、大体毎年何らかの建設事業等がございますので、まあ、平準化されますというか、そんなに、年度によって変わることはないということになります。そういったことから、その数値の大小が、まあ、必ずしも、大小といいますか、順位が必ずしも教育費の水準を表す順位になるとは言い難いというふうにも考えられるところでございます。明石におきましては、まあ、学校施設の改修等につきましても、年次的、計画的に行っているところでもございますし、また、一律の小高等学校を設置していることや、市内28小学校区のすべてに幼稚園が設置されていること、あるいは、普通教室にエアコンを整備したこと、さらには、小学校1年生に32学級を導入したことなど、さまざまな面で、他都市に比べて充実を図っているところもございますので、そういったことも含めて評価いただければというふうに思います。よろしくお願い申し上げます。泉翔。はい、今、地元議員からの、再度のご質問に関して、非常に重要な教育のテーマでございますので、しっかり答えたいと思います。まず大前提として、明石市は子どもを核とした町づくりを進めております。子どもを核とした町づくりの場合、当然のことながら子育て支援は当然でありますが、それに加えて教育も本当にましてや重要だと思っております。さらにこれからしっかりと、さらに重点化すべきテーマとして、やっぱり教育が位置づくと、まずそのように思っております。そういった中で、今局長の方から答弁もございましたが、もちろんいろんな統計資料ですので、いろいろ事情はあろうかと思いますが、私の認識としてはですね、今も答弁ございましたが、小学校1年生に寄り添う意味で、32学級、この市単独のお金でもって先生を増やす形も取っておりますし、エアコン、またエレベーター、そして中学校給食などなどですね、さまざまな施策を取ってきた認識ではございます。しかし、これで十分とは思っておらずですね、さらにしっかりやっていく必要があると思っております。でこの際、重要なのはですね、明石市の場合は来年4月に中学市に移行し、その翌年に児童相談所を設置いたします。そうなりますと、もうかなりの部分、政令市並みのですね、いわゆるソフト面においてですね、人に関する部分についてはかなりできるようになりますが、残すところは教育でございます。逆に言うと教育だけがですね、また中途半端な状況になってしまっております。この点非常に大きな問題であると認識をしており、これはまあ全国市長会としても全国市長会挙げてですね、例えば教員人事権につきましては希望する市にはしっかり権限以上を求め続けて、もう10年以上です、求め続けておりますが、いまだに実現となっておりません。大阪の方では、一つ事例が生じておりまして、大阪府の方から市の方に権限移譲がなされ、実際教職員の採用もスタートしているところもございますが、表現内においてはまだ見当たらない状況でございます。そういった中で何が大きな課題かといいますと、つまり教育についての責任を誰が果たすのかであります。で、まあ、お金の問題につきましてはかなりの部分ですね、国県の協力も得ながら市長部局がある意味予算について支出する関係にございます。もっとも権限につきましては学校現場、いわゆる校長先生ですねの権限の問題、そして明石市の教育委員会、しかしながら実際明石の教育委員会とも人事権を持っているのは市教ではございませんので、県の教育委員会がある意味実質的な権限を持っている状況にございます。ですから不祥事の処分も県教委がする対応になります。それに対してお金を払うのは結局教育委員会ではなくて、いわゆる、理事局といいますか市長サイドだったり県知事だったりするわけであります。非常にここのですね、横の関係と縦の関係が非常に不明瞭なまま、今に至っております。そういった中で、例えば先ほどの PTA 会費の問題につきましても、学校現場である意味対応する中で PTA 費のですね、いわゆる流用的な問題が生じているのかもしれないと思っております。これらについてはですね、私としてはしっかり市長として責任を果たすと果たすべきだと考えておりますので、いわゆる今のブラックボックス的なですね、そういった権限と責任の不明確な体制ではなくて、しっかりと、透明性を担保して、子どもたちのために必要なお金はしっかりつけていく、そしてそのお金は無駄遣いすることなくしっかりと有効活用していくと、そういった観点で今後しっかりと関係部局も知恵を絞り合ってですね、やっていく必要があると、そのような認識でございます。今日の議会の質問が、その教育に力を入れていないかのような趣旨ではないと思いますけれども、もちろん教育は大事ですし、これからさらにしっかり教育に力を入れてまいりたい、これは真意でございます。ご理解よろしくお願いします。辻元議員。はい、しっかりとね、力をぜひ入れていただきたいと思います。まあデータなんかね、いろんなね角度から見方によって変わってきますから、まあ、一例を挙げただけで、まあ、人口一人当たりで見るとということになったんですけど、
まあ、そういう見方はどうかなと思いつつも、ただ順位としてはちょっと低いなというところがありましたんでね。で、まあ、実際に、足りてない現状もあるということでありますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。